皆さんこんにちは、ひかるです。今日はですね、一人で原宿の竹下通りに行ってクレープを食べに行きたいと思います。ちょっと緊張しておりますが、なんとか頑張っていきたいと思います。生クリームあんまり得意じゃないので、生クリームの入ってないクレープをたくさん食べたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's start! ひかるチャンネル。はい、というわけで竹下通りに着きましたが、人がいっぱいすぎてちゃんと撮れるかどうか不安です。頑張ります。人がいっぱいすぎて画角がこの画角でしか撮れない。多分普通に撮るとさ、人がめちゃめちゃ映っちゃうんで、ね、頑張ります。とりあえずクレープ屋さんを探します。ひかるチャンネル、コムクレープさんに来ました。クレームブリュレのクレープを食べたいと思います。じゃあ買ってきます。一つ目のクレープをゲットしてきました。コムクレープさんのクレームブリュレのクレープです。こんな感じ、すごいね、あったかいです。うん、うまっ。あの上の部分がちょっとこう焦げ目ついてるとこがちょっとほろ苦くて、ちょっとだけカリカリしておいしい。うん、ここさ路地のところにあるから、来るとき見つけるのちょっとだけ大変かもだけど、おいしいのでぜひ来てみてください。今さお店の人が教えてくれたんだけど、今ね結構18時前ぐらいに来たんだけど、18時前ぐらいだとなんか生地をね焼いて出してくれて、ちょっと暖かかったんだけど、普段はもう焼いてあるやつで作ってくれるんだって。っていうのもなんかそのもうすでにできてるその暖かくない生地でも美味しい生地で、でそれと一緒にクレームブリュレを食べるのもすごく美味しいってことで出してるみたいなんだけど、たまたまこの時間に来たから出来たての生地とクレームブリュレで食べれたっていう、レアレアクレープでした。ちなみにこのクレームブリュレのさ中がさちょっと見えづらいけど、バニラビーンズとか入ってて風味もすごくいいです。はい、というわけでコムクレープさんのクレープ完食したので、次に行きたいと思います。ひかるチャンネル。結構人がいるからさ、クレープ屋さんもめっちゃ並んでるんですよ。次のクレープ屋さんに並んでみたいと思います。もしかしたらお店の外観取れないかも、人が並びすぎて。というわけでちょっと頑張って並びたいと思います。次ここのクレープ食べたいと思います。ただすごく並んでてちょっと外観も取りづらいんで、外観はこれで許してください。というわけで並んできます。はい、というわけで並んできました。今回は照り焼きチキンクレープに来ました。すごい、生地甘くて美味しい。チキン美味しい。というわけで食べてみたいと思います。食べ終わりました。サンタモニカクレープ美味しかったです。というわけで次のクレープ屋さんに行きたいと思います。ひかるチャンネル。次はこちらのクレープを買いたいと思います。行ってきます。ゲットしました。今回はブルーベリージャムチーズっていうやつにしてみました。
リカリ。チーズ美味しい。なんか他のとこと比べて味がカリカリです。ブルーベリージャムとクリームチーズが美味しい。こちら食べきりました。ちょっとジャムがね、なんていうの、爆発してました。でも美味しかったです。では次行きたいと思います。ヒカルチャンネル、次はこちらに行きたいと思います。ヒットしました。今回はツナチーズにしました。あったかいからチーズ溶けてる。いただきます。チーズが溶けてて美味しい。もうさ、4つ目なんだけど。美味しいです。じゃあ食べていきたいと思います。食べきりました。ツナとチーズしか入ってないのに、多分今日食べた中で一番ボリューミーなクレープでした。はい、というわけでお腹がいっぱいなのでここまでにしたいと思います。初めて外で一人で撮るという、なんかまた一つ新しい経験をしたなという感じです。大丈夫だったのかちょっと編集の時に全部見てみないとわからないんですけど、見づらかったらごめんなさい。はい、というわけで家に帰りたいと思います。ヒカルチャンネル、いかがだったでしょうか。一人食べ歩き厳しい。楽しんでいただけていたらいいなと願いつつ、今日はこの辺にしたいと思います。あ、そうだ、あの髪切りました。ショートボブカラーはラベンダーのグラデーションにいたしました。新しい光も楽しんでください。はい、というわけで、チャンネル登録、高評価、そしてたくさんのコメントお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。